お疲れ様です。ベーシストの龍一です。今日はね、ちょっとあのスタジオだったりとか、まあバンドサウンドですね、バンドサウンドでベースの音が抜けないとき、音抜けが悪いときのね、対策と、まあそのまあ練習法みたいなことね、まあちょっと説明できたらいいかなと思います。まあでもこればっかりはね、ちょっとその追求しどころがいっぱいあるんで、そのもう一概にもうこれさえ取ったらいけるますよみたいなことはちょっと言えないんで、なんとも言えないところもあるんですけれども、まあちょっと基礎的な部分をね、ちょっと説明できたらいいかなと思います。で、はい、一つ目なんですけれども、これは、これが一番大事だと僕は思ってます。これはもうピッキングですね。この右手の、まあ、右利きだと右手、このこれですね。これが結構音抜けを左右するんじゃないかなと思ってます。やっぱりね、その初心者の方だったりとかすると、その右手のピッキングで何が音がどうなるのとか、音抜けがどうなるのとかっていうのはちょっとコツもつかみにくいし、言ってる意味もわからないと思うんですけれども、こればっかりは多分結局そこに行き着くんじゃないかなと思います。あの音抜けを良くしようと思って、あのイコライザーとか、まあ、アンプについてる付属してるそのベースとかミドルとかトレブルとか、まあ、ああいったのをいじくったりとかして、まあ、音抜きを良くすることっていうのも、まあ、理論上不可能ではないんですけれども、まあ、基本的には全部フラットで、右手のピッキングでやってもらって、音抜きを良くするっていう方が一番いいんじゃないかなと思います。まあ言うてもね、あのアンプっていうのも、アンプのミドルとかベーストレブルも、やっぱ真ん中というかフラットの時の音が多分あのまずそのベースアンプのメーカーさんはね、一番出して欲しい音が出るようにセッティングされてると思うんで、まあ、まずはフラットにしてもらうっていう。で、あとはピッキングなんですけれども、このピッキングも、例えば弦高によって変わるじゃないですか。あの、ピッキングの仕方とかって若干変わると思うんですよ。まあ、弦高って何かって言いますと、見えるかな？この弦、弦の、このネックとのその高さというか、この、こう、このブリッジ調整、このブリッジというか、ここの部分で調整するんですけれども、この高さ、弦の高さと書いて弦高って言うんですけれども、まあ、この弦高の高い低いでもやっぱりその、ね、音抜け変わってきたりすると思うんですね。でそれも、ベースによってまた違いますし、でその自分に合ったピッキングとかっていうのもあると思うんですよ。私はこの弦高高い方がいいだったりとか、私は低い方がいいとかっていう、その攻め際というか、その自分の持ってるベースとの、まあ、そういったところをいろいろ試してみてね、音抜けを探ってもらったらいいんじゃないかなと思います。まあでも一つ言えるのは、間違いなくピッキングで音抜けは良くなったり悪くなったりするんで、ピッキングっていうのをしっかりね、ちょっと研究してもらったらいいんじゃないかなと思います。でもその、まあ、どうやって研究するっていうのはまた難しいところなんですけど、僕がよくやってるやり方としては、例えばその好きなアーティストだったりとか、あとはその、まあ音抜けのいいベーシストだったりとか、まあそういったところの音源をしっかり聞いて、その音源に合わしながら、どういう風に音を鳴らしてるんだろうっていうのを、だからちょっとずつ何かいろいろ変えて近づけていくみたいな。あ、こんな感じかっていうのをコツつかんで、それをひたすら練習していくみたいな感じで、まあ僕の場合はやってるっていう感じですね。まあただその、成功法がないというか、この練習が間違いなく効率いい。で、この方法で音抜けが良くなるんだっていうのがね、ちょっと絶対これっていうのは言えないんで、難しいとこなんですけどね。まあ僕はそういうやり方でやってますよっていうことになります。二つ目なんですけれども、これはプリアンプを使うってやつですね。例えばパッシブのベースだったりとかすると、やっぱりアクティブベースに比べると音抜けがね、若干ちょっと悪くなってしまうっていうケース結構多いんでね、その電気信号的な部分で、やっぱりパッシブの、これ超強くこれパッシブなんですけど、まあ、そういうところがあるんで、やっぱ音抜けが、ちょっと、劣ってしまうと、アクティブに比べると。なんでその分は、プリアンプを使ってね、ちょっと、音抜けをブーストさせていこうということなんですけど、まあ、プリアンプで行きますと、プリアンプもいっぱいあるじゃないですか。定番のやつから、マイナーのやつまでいっぱいあると思うんで、じゃどれを使ったらいいねんっていう悩むところだと思うんですよ。で、僕もその世の中にあるプリアンプを全部試したとか、もう 100% これっていうのは言えないんですけど、全部試してもないし、ほんで。なんで言えないんですけれども、まあ、とりあえず定番のところで行きますと、MXR のこちらですね。まあ、これと、あとはサンズアンプのこれ。もうこの二つ。これめっちゃ定番。で、この二つ結構定番なんで、これをまず使ってみて、音抜けをチェックしてもらって、まあ、好みの方を選んでもらったらいいと思います。で、プリアンプの、もういろいろ種類あるんですけど、その、まあ、主なパターン、ざっくり二つ分けると、減音重視か、減音重視しないかの二パターン結構あると思うんですよ。まあ、この二つは結構それが顕著に出るというか、まあ、サウンズアンプは割と減音重視しない。しない、なんか言い方悪いけど、なんかサウンズアンプの音ってのがあるんですよね。なんかサウンズアンプって音ってこれだよねみたいな。やっぱこの音はサウンズアンプ、なんか、
なんかそういう音があるんですよね。だからそういう方はサンズアンプを使ってもらったらいいし、で MXR は割と原音重視の、プリアンプと言われてます。まあ、個人的にはちょっとね、MXR も、まあ、MXR の音ってあるなっていう雰囲気あるんですけど、まあでもメーカーが言うには、原音重視というかね、元の音重視の、プリアンプになってますんで、まあ、この2つを使い比べてみて、どっちがいいかっていうので、まずはそのプリアンプを使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。そこからね、あのプリアンプっていうのをいろんなね、そのプリアンプ試していってもらったりとかしていって、俺はこれだ、私はこっちがいいっていうのをね、ちょっと見つけてもらったらいいんじゃないかなと思います。その自分のね、あの演奏の能力にもよるし、バンドのジャンルにもよるし、なんなら使ってるベースにもよるしで、もう一概にこれも全部答え、これとこれプラスこれは答え、もう正解なんだっていうのはないんですよね、正直。だってもう試していってもらって、自分の好みのやつを選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。で難しいので、とりあえずは MXR とサンズアンプで、試してもらったらいいんじゃないかなっていう。で、これも多分ね、あの、スタジオによっては、レンタルできると思うんですよ。例えば1時間とかかな？なんなんやろな？どんな感じやろ？ 1 回500円とかなんかな？ 1 回300円とか。とかで、レンタルできると思うんで、いきなり、なんか用からんけど買うぜとかじゃなくて、ちょっと1回バンドで入る、スタジオ入る時だったりとかで、そのプリアンプをちょっとね、レンタルして、バンドで試してもらって、バンドで試した結果、音抜けが良かったから、これを、買ってみようっていう方法でね、やっていってもらったらいいんじゃないかなと思います。やっぱそのバンドでやってないとね、音抜けって分からないんでね。自分一人であって、めっちゃ抜けてるって言っても、それはお前しかおらんねんから抜けるわって話なんで、まずとりあえずはバンドでやってもらって、試してもらったらいいんじゃないかなと思います。でね、ベースの音抜けが悪い原因の三つ目としましては、これはね、ベースに原因がないっていうやつですね。で、周りの楽器に影響、周りの楽器のせいって時もあるんですね、これは。こればっかりは。で、それはどういうことかっていうと、例えばベースっていうと低音楽器じゃないですか。を使う楽器なんで、例えば他の楽器も全部低音楽器やとベースの音は抜けないんですね。だって周波数というする場所が被っちゃうんで、そういう場所が被ってしまうとベースの音は埋もれてしまうっていう、埋もれてしまうってことは音抜けが悪いことになってしまうんで、まずその周波数のところをチェックしていくときにあたって、まあまあ、よくあるのが、まあ、ギターとかシンセサイザーとかあの辺が結構低音を出しすぎてるというか、まずはベースのことを全部疑って、ベースの音抜けの悪い原因結構何やかんや疑って、最後はちょっとギターとかシンセサイザーのローが出すぎてないかとか、やっぱその例えばギターがね、そのマーシャルのでかいアンプでね、ローをめっちゃバリバリ出してね、そのなんかもうすごい演奏してたら、それやっぱりベースの音って負けるんですよ。やっぱどうしても音抜けが悪くなってしまう。でそういうところがあるんで、そういう時はギターさんに、ちょっとローを削ってもらっていいかなっていうね、ことを言うっていうのがまた難しいところなんですけど、やっぱりその、まあ、楽器の中でも全体通して言えるのは、まあ、ボーカルもそうなんかな、まあ、ベースもそうなんですけれども、やっぱ埋もれてしまう時あるんですよね。ボーカルなんかで行くと、特にアマチュアのバンドだとよくあるんですけど、楽器体の音が大きくて、ボーカルの音が聞こえないってことがあるんですけど、その時にボーカルから言えないじゃないですか。楽器体、あんたの音でかいから、音量下げてとか、なんか周波数のこうしてとか、ちょっと言うの難しいと思うんですよ。やっぱそのね、ギターボーカルとか、ベースしながらボーカル、キーボードしながらボーカルとかやと、まだ楽器の知識が多少あるから、多少慣れても言えると思うんですけれども、ほんまにボーカルだけの人って言いますと、なんか、楽器の知識ないから、なんか私の実力がなんかなさすぎて、ボーカルの自分の声が聞こえないんかな、ボーカルが小さいような気がするなってこと結構あると思うんですよ。それも同じく、ベースでも結構ありまして、やっぱりね、ベースってね、その、やっぱ低音楽器なんで、他の楽器のローが結構出てたりだったりとか、他の楽器の音量結構大きかったりすると、やっぱベースの音抜けってどうしても悪くなってしまうんですよ。それはもう仕方ないことなんで、そういう時はちょっとなんとかうまくコミュニケーション取りながら、ギターの人とかにちょっと音量下げようかとか、ちょっとローを下げてもらっていいとかっていうのを、傷つけないというか、人間関係崩れない程度に伝えていく、いって、でベースの音抜けをキープするというか、出してもらったらいいんじゃないかなと思います。まあちょっと難しいところはあるんですけどもね、最終最後は他の楽器をちょっと疑ってみてもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。今日はね、ちょっとベースの音抜けが悪い原因についてね、ちょっと3つほどお話しさせていただきました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではお疲れ様です。